こんにちは。今日は単二章を読むの第1回あ19回目です、えー。13条がとても長いので3つに分けて読んでいます。で今日が3回目ですからこれで13条が終えられます。で前回はですねちょっとあの前をたどりますと。 えー、一番最初はこれだったんです「ミダの本願が不思議におわしませばとてと」とこれはあの面白かったのはユイエンさんですねこれ文章を書いてるそのユイエンさんに親鸞師匠の親鸞が話しかけているそのどういうふうにして救われるのかみたいなねあなたはそれを信じますかと。 でその信じるということは何なのかというのがこの、まあ、1回目では問われたで2回目ではですねその何かその障害を設けて、えー、悪というものもさっき前回読んでふっと思ったのはね、えー、ま,またまた悪は往生の触りたるべしとにはあらずと。つまり悪というものが その悟りを開くためとかね救われる悟りを開くのは救われるんですね人間ねあそうかって俺はこう生きればいいやっていうの分かるでそれをおー悪というものもそういうものを乗り越えるというかなそういうものなんだとだから別にそういう障害みたいなものがあってもいやいいじゃないかとそれを乗り越えて人間が生きるための,あの修行であり なんだよっってていうふうなことを言ってる気がしましまたねだから何、えー、だろうな世の中にいろんな人がいるけれどもそれぞれの人が何か、えー、わざわざ作っているんじゃなくて普通に暮らしている中でも何かそういうものがあるんだよというねそんなように受け止めましたまあ本当に1回で私なりのお分かりを語ってるわけですんでね。で3回目はこうです。 でえー、中に面白かった後半でね、あのー「みんなにそういう道を解きゃいいじゃないの」というところがどうもねこの「歎異抄」っていうのはね、えー、一般の人に語ってるんじゃなくてそうです思い出しました前の方を見るとねエンさんがね近頃の親鸞の弟子たちがどうも先生と違うことやってるよと。 で私はそれが気になっていると後継ををした人がですねね伝統を受けて、ね、私はその仏教史とかなんか知りませんけどもその辺のね、えー、後を受けてな同業者というと変だけども同じそのこの親鸞の後を継いで道を歩いている人に対して何かを言って訴える文章なのかなっていうねそういう気がちょっとしてきましたね。 うん、だから、えー、いろんな人にあの働きかけると要するにあの海で海,だ海川で魚取ってる人とかね山行って、えー、獣取って食ってる人とか商いをする人田畑を作るお百姓さんとかねそういう人たちもみんな同じなんだというねただ同じだと同じように道を歩んでると。ところが えー、ごせしゃぶりっていうんだよね当時っていうのはねちょっと前のことでしょうかね要するによからんものばかりと何かちょっと余裕があるというかねそんな人を誘い込んで、えー、道場に張り紙をしてねこれこれのものがないやつは来るなみたいに言うのはおかしいんじゃないかというねどうもそんな感じがしますね。で3行目からその続きです。 願いに誇がんで,、ね、でしょうか願いでしょうか3行目のこれですね。願いに誇りて作がん罪もこれは罪です癌に誇りてかな本願でしょうかね。だから自分があ何かを願って私はこういう高いものを目指していると。でそれを言うことが何かつ罪になっちゃうというのはね人にはね。 宿業の催すゆえなり宿業ですね何か自分ががんを実現してるっていうのかしらそれを誇ってる人はその宿命というかな何かその悪い方向にが催してるんだよとそれは悪い何か宿命というと変ですけどねなんか宿ってるんですよ行に。 それが、えー、罪を作るんだとさればだから良きことも悪しきことも合法に差し任せて人へに本願を頼みまいらすればこそそうですねだからいいことも悪いこともあるけどもそれはその修行の合法っていうのは法っていうのはね何かお知らせを受けるのかな 理想の方に向いてる人はね何かその天の導きというかね仏様の導きに任せてひとえにというのはひ,とすひたすらです。本願を頼みまいらすればこそ「他力にては候ろう」「他力にては候ろう」「それは他力じゃないか」と。で「唯心昭」これは本でしょうか。見だ 「いかばかりの力増します」と知りてか「知り手」か「唯心症」いししという本ですねそれにも「阿弥陀の御陀」ですね阿弥陀仏「御陀」「いかばかりの力増します」と「知り手」か「御陀」にどれほどの力があるかと知っているのか「在剖の御なれば救われがたしと思うべき」とそうろうぞかし 罪行の身なればつまり罪の罪を背負ってる身だから救われがたしと思うべきとそうろうぞかしそうか「修身将」っていうのはそういうの書いてあるんですかね「本願に誇る心のあらんにつけてこそ本願に誇る心」。 あらんにつけてこそ本当に願いの道を自信持ってる心があ,あるからあ「他力を頼む新人も欠場死ぬべきことにてろう。他力を頼む新人新人欠場し決定すると」というふうにあるんだよとおおよそ 悪業煩悩を断じ尽くして後本願を真善のみぞがんに誇る思いもなくてよかるべきによかるべきにいいんだとつまり悪業煩悩を断じ尽くして後本願を真善のみぞつまり悪いことだとか何かいろんなものをしょってるわけでね人間がね。それをお 切り取るって言うんですかね断じ尽くして切り取って捨てた後に本願を信ずることこそ願に誇る思いもなくてよかるべきにだああそうかそういう悪いことに引っかかった人は願、えー、に誇ったりしないと俺は立派だぜというふうなことを誇らないっていうことなんでしょうかよかるべきに煩悩を断じなばすなわち仏になり仏のためにはと。 煩悩を断じなばか煩悩を取らなければ煩悩を捨てなければすなわち仏になり仏になって仏のためにはししゆ由のがんそのせんなくやましまさんそのせんなくせんなくっていうのはなんか、えー、せっかくやることが無駄になっちゃうなくやましまさんかここだ。 そのんんなくやさ、うん「煩悩」から出てこなければ仏になって仏のためには五ごし,しゆいのがんそのせんなくや増し島さんということがああ繰り返し出てるのはねこの本願ぼこりって言うんですよ。本願を持っているんだということに乗っかっちゃっ てる弟子たちななのかな私は弟子だからもう乗っかってこう言うんですよとある種のこう自信みたいなのかねそれが本願ぼこりみたいですけど本番ぼこりと戒しめられる人々も煩悩不浄愚束せられてこそ僧侶漏なれ煩悩不浄愚束せられて煩悩とか不浄を備えてこそ ソーローゲナリそれは何かまずいものとか悪いものを迷いだとか何かを持っているんだそれはがんに誇られるるにあらずやかがんに誇らるるにあらずやいかなる悪を本願誇りといういかなる悪か誇らぬに 曹朗曹朗べきぞや帰りて心さなきことかさあこの辺からまた追えなくなってきましたけど <laughs>、えー、終わりから5行目もう一回戻りますとね煩悩断じなばすなわち仏になり仏のためにはこう仙託や真島さんとつまり 煩悩を立っていくことですかねそれが仏になるという道なんだと、えー、本願ぼこりと戒しめられる人々こういう人がいると「あんた本願ぼこりだねなんかやたらと自信持ってるね」っていう人もね煩悩不浄を具足せられてこそそうろうげない。つまり 煩悩不浄があったからこそそう本願誇りになるんだとそれはがんに誇らるるにあらずや、えー、いかなる悪を本願誇りといういかなる悪が悪か誇らぬにて揃うべきぞやうん帰りて心をさなきっことかうん難しいですけどもね <laughs> えー、その どうもさっき言いましたけども弟子たちが「本願本願」という言葉を使うんでしょうね。で使っているうちにだんだんと自分が本来煩悩だとか不浄というものを超えてきているわけだけどもそれは癌に誇られるにあらずと。だから癌を誇ってるという。 うわけだから誇っているのかその誇ることがどうなのかっていうのがねそれが問題にされているようですけど、まあ、今私が読めるのはこの辺ですから、えー、もう一回最後に読んで終わりにしようと思います。んに誇りりて作らん罪も行の模様水なされば 良きことも悪しきことも合法に差しまかせてひとえに本願を頼みまいらすればこそ他力にては将来有心将にも御だいかばかりの力増しますと知りてか在郷のみなれば救われがたしと思うべきとろうぞかし 本願に誇る心のあらんにつけてこそ他力を頼む信人も欠を死ぬべきことにて将来おおよそ悪行悪業煩悩を断じ尽くしてのち、本願を親善のみぞがんに誇る思いもなくてよかるべきに。 煩悩を断じなばすなわち仏になり仏のためには五功私勇のがんそのせんなくや真島さん本願ぼこりといましめられる人々も煩悩不浄愚息せられてこそそう浪げなれそれはがんに誇られるにあらずや いかなる悪を本願誇りといういかなる悪かがいかなる悪か誇らぬにてそろうべきぞや帰りて心をさなきことかはい終わりますどうもありがとうございました。